日本航空高等学校石川は石川県輪島市三井町島守にある学校法人日本航空学園が運営する私立高等学校同法人が運営する併設校の日本航空大学校とともに高知は能登空港に隣接している山梨県海市にある日本航空高等学校は同法人の併設校であり両校とも 航空会が設置されているのが大きな特徴である。航空従事者の育成が主であり、毎年卒業生の約半数は併設の一貫教育校である日本航空大学校石川や日本航空大学校北海道への進学を選択しており、その他の卒業生は大学への進学が最も多く、その他は公務員や民間企業への就職、自衛隊へ進むものが多い。 高等学校としては、航空関係に特化した珍しい高層編成ということもあり、日本全国は元より海外からも生徒が多く集うため、学校の敷地内に4つの寮が設けられている。全校生徒の約9割が寮生活を送っているが、通学可能地域に居住する生徒は、通学が認められており、全校生徒の約1割に相当する70名が、通学している。 また、それらの生徒を対象に、の登地区前後ルートの通学用スクールバスが無料で運行されている。生徒寮には4階建てで、レストランやコンビニエンスストア、大浴場などを備えた J ・シップサンシャインと5階建ての女子寮、シンフォニーがあるが、どちらとも併設校である日本航空大学校石川の学生と共用している。しかし、 男子寮に限っては2016年にサーマルという大学校学生専用寮が新たに設けられたため J ・シップサンシャインは一部を除き、ほぼ高等学校の生徒で占められている。食事に関しては J ・シップサンシャインのロビーフロアに位置する学生、生徒用、レストラン、レインボーで朝昼夕の3食をとる。J ・シップサンシャインのロビーフロアにはレストランのみならず、 ビリヤードなどの遊戯コーナーがあるほか、自動販売機の設置や学内コンビニエンスストア、スポットインも置かれているため、課外時間の生徒たちの憩いの場にもなっている。アメリカ合衆国オレゴン州、ヒルズボロ及びポートランド、ニュージーランドロトルアの定型校へのパイロット留学、及び海外語学留学制度があり、成績において一定基準を満たすものは、学科、 コースとわず希望者は全員留学が可能である。また、留学した場合でも、通常3年間での卒業が可能となっている。2018年10月、日本航空高校日本航空高校石川から、専門学校、日本航空大学校に進学する際の入学金25万円の免除が来年度入学から廃止されることをめぐり起きた問題。学校側は、 高校の各担任を通じて受験生や保護者に連絡したとするが、一部生徒が大学の合格発表された後の10月19日に開かれた3年生向けの集会で入学金の免除を廃止すると初めて聞いたとし、生徒と学校側で食い違いが生じているという、石川県が調査を実施した。ありがとうございます。